友人が来てくれました。どうしても行くだろう。30から私は上京しました。友達にしてホームシックとかない。高校時代から私こんな感じだった、ね、上京して一番嬉しかったこと何？こんにちは、さなみです。動画をご覧くださっている皆さんありがとうございます。今回はですね、なんと私の友人が来てくれました。どうぞ。ダンサーのひかりです。ひかりです。よろしくお願いします。めっちゃテンションだった。テンション高く出てくれる友人は多分今までに今後ないかもしれない。いやいやいや、今後ないかもしれないね。もうインパクト大でいきたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。コントみたい。ですね、今ダンサーの光と、紹介させていただきましたが、その名の通りダンサーです。いや、ごめんね。ダメだ。なんて言えばいいのね。その通りダンサー合ってるよね。合ってるよ。合ってる合ってる合ってる。合ってるよ。ちょっと待って。涙出てくる。光はですね、これまで数々のアーティストさんのバックダンサーに出演したりとか、あとはね、ダンスの講師もしてるんだよね。はい。どんなこダンスを教えてるか。今ですね、キッズ、下は3歳から、上はもうお任せ、もうできる範囲の皆さんが。上はいいの？上はもう何歳でもいいです。上は何歳でも。いいんだ。特に決まってないです。すごいね。今までで何歳が一番？60代。いや、私の親でもいけるね。あ、行きます行きます。もうママさんも大歓迎で、拠点は、関東、愛知でも一応のワークショップっていう括りでやってるんで。すごいね。ご興味ある方ぜひ。現在 K-POP のレッスンもね、やってるので。すごい、待って待って、開始5分も経ってないのに宣伝、宣伝、ね、ごめんなさい、黙ります。黙ります。私と光は高校からの友人で、高校2年3年と同じクラスで、やばいね。でも2年3年2年間同じクラスだったけど、1年の頃からでも知ってたって。それは多分、ね、チアやってて、私はダンス部で、うん、あ、隣で練習してたからか。え、それか。それじゃないの。ってやってて、チアも踊れちゃう。もうダメだから行くだろ。もう高校の時からもこんな感じ。そうだね、変わらんね、うん、でもあれだよね、高校卒業して19か20歳ぐらいが一番遊んでたよね。卒業した後かな。だね、まあ、部活も違ったしね、うん、卒業して20歳超えてからじゃないか。うん、だってさ、私たち4月生まれじゃん、誕生日。いつもそうなんですよ。これすぐ話変えるけど。誕生日が近くて、うん、そうそう、毎年毎回、はい、LINE でおめでとうのお互いをやり取りをするっていうのがもう恒例なんですよ。そう、光は4月2日で、私が4月6日だから4日違いで、4日違い、そうだ。で、その4日の差が私はちょっと嬉しかった。今初めて知った。4月2日おめでとうって言うじゃん。で、いつも光がまっすぐだねみたいな、4日後だよって言われてるじゃん。かかんは私の方がまだ若いみたいな。私やっぱ4月2日なんで一番最初に年を取るんですよ、ね、そうだよね。だから20歳になるまでは嬉しかった。一番最初に20歳になった思って嬉しかった。うん、嬉しかった。あ、そうなんだ。20歳になったぜって。あ、そういうこと。一番最初にお酒が飲めるぞって。あ、そうだねっていう頭でした。でもね、その時結構映画も見に行ったり、まあ、カラオケが多かった。映画見に行ったね。でもね、映画館はね、車椅子置く場所あるんだけど、でもやっぱね、隣で見ることができないから、車椅子利用者は、うん、だからね、光がね、抱っこしてね、
席まで移動してくれるわけですよ。あ、ちょっとダンサーっぽかったね、今。ああ、次行こう。次行きましょう。K-POP のレッスンにはね、やってるんで。K-POP か、すごいね。K-POP なんですよ、時代は。今やばいね。すごいね。本当にすごくて、なんか改めてね、今回出演してくれるってことで、ちょっと光の、なんていうの、これまでの経歴みたいなのを、プロフィールをちょっと教えてもらったんですけど、5歳からバレエを始めたってね。そう。で、それはさ、光からやりたいって言ったの、バレエ。いや、親です。へえ。もう、やりなさいって強制お子さんどう、バレエやってみない？あー、誘うっていただいて、で、うん、始めたのがきっかけで、もう私はもう踊ることがもうとにかくもう楽しくって。へえ。そう、もうね、ずっとつま先でこ、うん、ポワントシュートって言うんですけど、うん、あれをね、くる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 ずっとひたすら回ってた。すごいね。そう、で、だからもう本当に小学校、中学校ずっともうバレエ。高校の部活の時に一旦やめたの。16、だから10年ぐらい一旦やって、すごー。そっから高校3年間部活、ね、ダンス部に集中して、で専門学校に一回行ったんだけど、その時にちょっとだけかじった、またバレエを。へー、すごー。で、20歳ぐらいの時に辞めたから、そうだね、バレエとしてはまあ10年以上はやってる。結構さ、まあ、決めつけちゃいけないんだけどさ、親にさ、やりなさいみたいな言われてさ、うん、あんまなんか、なんていうの、率先して続けていけるってないじゃん。ね、そうだね。合ってたのかね。合ってたんだろうね。私一回見に行ったよね。20歳ぐらいの時です。19。そう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 。19。私が就職活動に悩んでた時。就職に何にも悩み解決できない。違う。できた？できた。嬉しい。それ嬉しい。よかったよかった。安心して。就職活動に悩んでて、あ、全然決まらんみたいな。ちょっと落ち込んでた時に呼んだんだよね。そう、誘ってくれて、なんかすごかったね。泣けちゃったよね。なんか泣けちゃったよね。めっちゃ泣けちゃったよね。泣けちゃったよね。もうバケツ必要だったもん。本当だよね。やばいなと思ってね。もう強制に言わせてるからね、私も。いや、マジパワーもらえた。感動した。感動した。感動したよね。じゃ、でもね、めっちゃ言うやん。めっちゃ言うやん。じゃ、でも別人、いい意味でね。いい意味ですごい別人だった。そうだね。え、でもさ、それでさ、そんなに続けてさ、将来じゃあ、バレエ、なんか将来もやっていこうかな、じゃなく、ヒップホップのダンスに行こうと思ったの。もともとバレエって、まあ、要は振り付けが大体決まってて、曲もやっぱり決まってて、クラシックの曲が決まっててっていうのがあって、うん、そう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 。だけどヒップホップに変わった時に、まあ、自由なわけよ。自分が選ぶ曲も自由だし、振り付けを作るのも自分たちで自由に作れるし、構成も全部、衣装も全部そう、まあ、バレエはある程度大体こういうニュアンスっていうのがもう決まっちゃってるのがあったから、その自由さがちょっと増えたのがちょっと自分の中では、それダニダンス部で気づいたみたいな。そう、ね、そういうジャンルも楽しいなって、うんうんうん、だからもう本当最初そのダンス部に入った時、本当、うん、ね、チア以上に姿勢良かったから、うん、いや DVD 見せてあげたい、昔のめっちゃじゃん。もうリズムあるよ。リズム取る時めっちゃ綺麗だから姿勢がもう今見るともう本当ね、見せれないぐらい、もうちょっと恥ずかしい。見てほしいって言ってた、ね、どっちだよアミには見てほしい。ありがとう、嬉しい。見るね、じゃあ今度。お金取らないから時間あったら時間あったらで、何より私がね、今日伝えたいのは状況よ、うん、地元を出て。そうなんですよ。夢に向かって上京しました、はい、すごいよね。ね、自分でも地元離れるってすごいね。そう、40から私は上京しました。2年前、イエス。コロナになったタイミングで私は上京してるのね。すごいね、勇気いったね。その前に私は留学しようとしてたの、うん、あ、なんか LINE してた気がする、大丈夫みたいな。コロナが
2月3月ぐらい、うん、だからその時にはもうアメリカに行くっていう手続きも全部終わった状態でいたんですよ、だってこれまでもね韓国だったりロサンゼルスとかね結構留学繰り返してて留学は行ってたんですよ、ね、でその上京する前に私は一旦留学しようって思って、うん、だからその前の年は割とあのアメリカはもう我慢して韓国行ったりとかちょっと遊びでグアム行ったりとかなんかちょっと見てたんですよ、ちょっとあのダンスじゃなくて遊びでこれ言ってました、うん、ということで、でその年にちょっとダンスちょっと長めに留学しようかなって思ったタイミングでコロナになっちゃって、うん、で行けなくなっちゃって、うん、でそのまま上京したっていう感じ。じゃあもしコロナがなかったら、うん、どうしてたの？コロナなくても上京するって決めてた。ただちょっと遅くなってたかなっていう期間が。すごいね上京って。いや自分もだってね地元に生徒が、うん、あの講師ずっとやってたから。あそうか、上京する前からやってたわけなんだね。私がだって専門学校行ってたんだけどそれ二十歳でそっか卒業して、うん、そっからずっと講師になりたくって。すごい。そうで地元でずっともう講師オンリーでやってきたから生徒を残して私は上京するのか、うん、結局そうすごい悩んだんだよ、うん、自分のやりたいことはまだ表に立ってダンスが踊りたいっていう、うんうん、夢がね夢と大事な自分の生徒たちが残ってるのをどうしようって。でもやりたい人生一度だしやりたいことだけどうんって悩んで私は状況を決めた。だけど結局やっぱ生徒を大事にやっぱしてたし、うん、今でもやっぱ大事にしたいと思ってるから、うん、月に1回帰ったりとかしてすごい、ね、レッスンを開講してる。じゃあ前に教えていた生徒さんとかもあったりとかするしてる。すごい。見てねレッスン来てね先生余ってるよもうね、言ってね。6年生だった子がでも20歳とかになってるんだよ。あもう6年経ったってこと。怖い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 。やばいね大人じゃん。怖い怖い。今流行りそうで怖い。ないない自分が今勝手に作ったそう段差だからもう動いちゃうんだよ、ね、そういうことね。体が勝手によく言うよね音が鳴ると動いちゃう。そう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 。でもね可愛いね生徒たちも、うん、こうやってあのお母さんたちさ買い物行くやスーパーとか、うん、ちょっと知ってる音楽流れるとちょっと踊っちゃうんだって。かわいい上京するときに、うん、まあ家族とかさ周りに言うわけじゃん、うん、みんな賛成だった。あ言わなかったね。もう頑張りなさいって。すごいね、うん、背中押してくれたってこと。もうダメとかはない。へえ いい家族だね。やっぱね止められちゃうとかさ上京するって簡単にできないじゃん。あの若い頃はあった。ああそういうことか。そのあそっか30ってことでまあもう ねこの年になったらそうだね。多分やりたいことをやりなさいっていう感じかな。あそこまで。なるほどね。そう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 。不安とかなかった？上京するのに。だって向こうに何にもなかったよっつって。友達とかも。まあダンサーの知り合いはいたけど。普通の友達はいない。いたらごめんなさい。どうすんの今画面越しでさ。その友達じゃないの？あの高校の同級生とかそういうのあるよ、うん、そう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 。同級生だけど友達ではない。あおかしいねそれね。いたかとしましょう。友達にして。やばい怒られちゃう。ごめんね。後輩もいる。どんどん出てくるじゃん。意外と意外に出てくる。すいません。でもまあね誰も一人もいないわけではなかったってことね。うんうんうん。そう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 。でもさすごいよね。だって上京してさ一人暮らししてさ。そうだよ。でそれまで実家暮らしだったわけでしょ。賑やかだったのがさ静かになっちゃうわけじゃん。そう。で新たな環境じゃん。そう。私だったら寂しくなっちゃうけど強いね。それがね、あのホームシックとかない。へあの一番最初に初めてアメリカに留学、うんうんうん、あそうかいろんなとこ行ってるから。そう一番最初は、うんまあ、そのちょっとダンス関連の友達と
行きだけ一緒に行って、うん、5日間ぐらいかな、うん、一緒に行って、後半はあともう1週間か10日間ぐらい一人でいたんだけど、その期間はもうちょっと最初はホームシックだった。やっぱり日本だったらまださ、うんうん、日本語通じるしっていうのがあるけど、あ、そうだね、アメリカだと英語だし全然わかんなかったし、もうどうしようって、もう毎日電話とかそんな感じだったかな。なるよね。それがあったからなんかもう何も怖くなくなったかな。はあ、すごいね、うん、割とそこの壁が一気に剥がれた感じかな。なんかあれだよね、30になるまでに多分いろいろな経験をしてきたよね、光ってかなあ。あ、人よりはだから、うん、普通のだから自然となんか強くなれたっていうか、うん、そうだね、そういう面ある、ね、周りの支えが結構大きかったかな。大きかったんです。すげえいいこと言うじゃん。ね、こんななんかチャランポランなこと言ってるんですけど、ね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんでお茶飲みます。高校時代からこんな感じだった。そうだね、懐かしいね。高校時代なんてもうだって2年間一緒だったって、うん、部活も隣だったし。そうだね、割と環境的には近い位置にずっといたもんね、うん、授業後もね話すこと多かったし、ね、テスト週間ん時よく一緒にいたもんね。テスト勉強という名のちょっとね残ってみんなでお菓子食べちゃうみたいなあったけど、よくジュース飲んで、あ、そうだね、リプトンでしょ、リプトン、ね、お世話になってました、はい、お世話になってました。あの 500ml の、はい、いつも買いに行ってた。え、何派リプトンさん、何派ミルクティーとかさ、あ、レモン、あ、レモン、うん、私ね、アップルティー。ああ、そうだったっけね、うん、でアップルティーって期間だからないとピーチティー。うわー、今の学生さんってどうなんだろうね、今なんかな。だってもうさ、セブンなくなっちゃったじゃん。そうだね、コンビニとスーパーがあったの、うん、最高だったよね、うん、そう思うと本当に、まあ、もちろんね、学校にいる時は外出れないから。そう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 、じゃあだからテスト週間はその学校が終わってから残っていいよみたいな感じでね、自由だったからね。勉強してた？ちゃんと知ってました大丈夫本当にこの私のこのテンションで。いいんじゃない、どうする、再生回数過去最低なんだけど。いや、私が周りに言って押してもらう、押してもらう強制とりあえず見た人は登録してもらって、うん、必ずいいね押してって、うん、ありがとうございます、じゃあ気を取り直して、はい、上京しましたと、はい、ね、上京してと一番嬉しかったことって何？もうなんか上京してよかったみたいな夢が叶ったことってある？夢はまだ叶ってないんだけど、お、私嬉しかったことは自分の中で、うん、こう上京した時に決めてたダンスやるのに、しかもコロナのタイミングで、上京してるからどうしようって、うん、でそのコロナがない時代ってイベントがたくさんあったりとかさ、ね、まあ、オーディションがいっぱいあったりとかさ、何かしらやっぱり、ね、うん、そうあったわけよ。でももうそういうステージに立てるっていうことがもうなくなっちゃったわけ、一時期ね、コロナで。そうだよ ね、ライブ中止、イベント中止、うん、全部中止になっちゃったわけ、うん、みんなもそうだと思うけど、でそれで1年目は自分に対してのダンスのスキルを上げることが目標だったから、ちゃんとさ一つ一つ目標を掲げてたんだね。そう、すごいね。やっぱ自分がその受けたい先生とかやっぱいるわけよ。自分も先生だけど、だから普段やっぱツアーとかで回ってる人、そう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 、講師の方々のやっぱレッスンを受けるタイミング、普段いないからこそ、へえ、のタイミングでもうレッスン受けに行ったりとか、でそのタイミングでやっぱりそのプロダンサー海外とかでやってきた方とかが日本にそのタイミングで戻ってきたタイミングでワークショップ受けたりとか、それは何で知るの？ SNS ですよ、ね、今の時代ですね。今の時代はもうぼちぼちぼちですよ。すごいですね。そうそうそう、ぼちぼちぼちで見れて、すごいですね。そう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 、でそこから1年はもうそれっていう風に決めて、で2年目はやっぱりどっかこう所属をしたい、自分の中でダンスのやっぱ
今まで単発でこう仕事してることが多かったから、うん、何か目標でこう契約してちゃんと所属ダンサーですっていうので自分は活動していきたいっていう思いが2年目はあった。ほう、すごいね。そう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 、うん、でそこで B リーグバスケットボールのその B1 のそのオフィシャルダンサーとして、うん、まあちょっと活動してたっていう時期がすごい、あっての今3年目。そこはやりたかった。すごいね。そう、それがもう私の中ではじゃあね、一つの夢は叶ったってことで、まあ、夢っていうか目標みたいな感じで、ね、すごい。そう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 。で3年目はこう、すごいね。引き出しが足だったのか今日。ちょっとカットだねこれは。